イガース。どうもタイガースです。ガオーということでね、今日はね、とことん腹すかしたんでね、ミャンマーにねモンスターラーメンっていうねラーメン屋さんがあって、そこでチャレンジメニュー出してるらしいんで行ってみたいと思います。純道鍋パティ忍者、アクがモンスターラーメントーメン、モンスターラーメンチャレンジメニュー C で、It's challenge。さあというわけでタクシーに乗ってモンスターラーメンまでどんぶらこ、果たしてデブ忍者はモンスターラーメンのチャレンジメニューを食べきることができるのか。というわけで到着した冷暖センター、いざ中へ。普通のメニューには目もくれず、目指すは一つ、チャレンジメニュー。お値段9500チャット、日本円で約680円ということで、19番で待つことに。店内は可愛らしいレストがいっぱい。さあ席についてそわそわ、どんな大きさのラーメンが来るのでしょうか。箸袋は可愛らしい。さあもう待ちきれないとマーケットと、ここでやってきました、ドン、モンスターラーメンチャレンジメニュー。さあ早速食べていきましょう。20分のタイムリミット、今スタートです。さあ一口目をかぶり、もぐもぐもぐ。これは、あ、なんだ、カメラが上を向いてしまった。これはタイムロス、このタイムロスは痛い。さあ大丈夫かデブ忍者。ということでね、肝心の味なんですけども、やっぱりここはミャンマーですね、ちょっと味が薄いんです。私はもうちょっと味濃いめが好きですね。でもね、チャーシューと煮卵はとっても美味しい味がしました。醤油がしっかり染み込んでいて、これはね進む、食える食える、そう思いました。このペースならね最新記録が出せるんじゃないかなって思いました。はい、ここでね最新記録出すと、なんと T シャツがもらえるそうです。T シャツ着てみたいですよね。さあそしてこれが噂の激うま卵、醤油の染み込んだとろっとろの半熟煮卵です。さあそして海苔、これがまた美味しい。こうなったら止められないのがデブ忍者と思いきや、味変。というわけで順調に食べ進めるデブ忍者、ここで残り半分、そしてなんとまだ5分しか経っていない。これはいける、デブ忍者新たな伝説を作ることができるのかと思いきや、ここに来てまたもや味変。そうこうしているうちに、またもやデブ忍者のカメラが上を向く。これはもう坂本九のカメラ、上を向いて食べよう。なんて冗談は置いといて、ここに来てデブ忍者明らかにペースダウン。
ガーリックシーラーガーリック。ここで店員さんにガーリックを注文。そして店員さんが持ってきたのがカレーのメニュー。ちゃんとボケてくれるミャンマーの店員さんはありがたい。そしてまた味変。そして残り時間はあと6分。もう食べる気力のなくなったデブ。いや、これはもうデブにあらず。ただ時が過ぎるのを待つのみ。これはそうだ、出家の時に体験したあの修行と同じではなかろうか。だがデブはまだ食い終わってなかった。さあ残り時間あと1分。さあ見してやれデブの底力、ラストスパート。頑張れデブ忍者。行けデブ忍者。だがここでゲボ。デブ忍者ゲボ、もうすでに限界を超えている。こうしてこの男の戦いは終了した。さあということで残念ながら失敗してしまいました。ご覧ください、もうちょいもうちょいだったんです。スプーン1杯分、これが食べきれないんですよね。やってみた人ならわかると思います。というわけで失敗しました。本当に申し訳ありません。いやーデブとして本当恥ずかしいです。最後のあの一口が本当に無理でした。ごめんなさい。ガオー。最後に写真撮ってもらったんですけど、カメラどんぶりに落としちゃってこんな写真ができちゃいました。